サブラジカの加藤です。はい、それではですね、第30回原価計算の第3問ですねの解説しましょう。はい、こちらは単一基準配法と複数基準配法という部門別の、第二次集計の話なんですね。はい、それに行きます。はい、では行きますね。問題の方はね、また進行基準さんのホームページからダウンロードをね、それぞれしておいてください。はい、では、見ていきますと、今回ですね、ちょっと問題文の方も読んでると仮定しますからね、やっていくんですけども、問1がですね、これは単一基準配法という方法なんですね。で、問2が複数基準配法という方法なんですよ。ね。うん。で、結論はすぐ終わっちゃうんで、結論言っちゃいますとね、単一基準配法っていうのはですね、変動費もね、固定費もね、溶液のですね、まあ、消費能力、量っていうんですけど、消費量ね、そちらの方で、配布していくという方法なんですね。それに対してね、複数基準配法っていうのはですね、変動費はね、消費量でいいんですけど、ね、固定費についてはですね、消費能力で分けていくというですね、そういった方法なんですよ。ね、これがまず結論なんです。ね、うん。で、今回ね、回転式配布法でやってくれと言ってますからね、ちょっとそれがひねり入ってるんですけど、その回転式配布法以外のところはですね、実は西尾簿記1級で普通に出る問題なんですよ。ね。うん。ほんと当たり前のように出る問題です。で、正直ね、西尾1級に比べるとむちゃくちゃ楽です、これは。ね。むちゃくちゃ楽なんです。ね。したがってですね、建設業形式1級のね、過去問だけをね、勉強されてる方は、これ全く壊滅状態になっちゃうやつなんですね。うん、ということで、今後ね、最近ちょっと解説する前にですね、ちょっと今後の話をしますと、やっぱりね、西尾簿記1級のですね、テキストを買ってきて、で、基本問題で結構ですから、基本問題ね、過去問とかやらなくて結構ですから、西尾1級の過去問、むちゃくちゃ難しいですから、やらなくていいですから、その代わりね、基本問題やっぱりやってほしいですね。すべての論点についてね。うん、ということで、そこをね、ちょっとお話を今しておきました。ね。で、ちなみにね、僕のですね、原価計算の、まあ、講座ですね。これが僕の建設業形式の原価計算のレジュメなんですけど、今ね、42枚目の方でね、実はやっております。ね、このね、複数基準配法とね、単一基準配法っていう論点はね、解説にも一応載ってるんですけどね。うん。ということで、こんな感じでね、ちょっと僕はしっかりとね、変動費と固定費違うよっていうかね、こんな感じで、単一基準配法、複数基準違うよっていうことでね、たっぷりと、講義では喋っておりますね。まあ、これが今回出てきたということになりましたね。はい、ということでね、解説の方していきますけど、本質が分かっちゃったら、計算自体はめんどくさいだけで難しくないんですよ、実はね。うん、ということで、ちょっとガンガンやっちゃいますよ。はい。で、そうしますとね、もうちょっと問題文読んでると思うんで、まず単一基準配布法からやっちゃいますね。単一基準配布法という方法ね、から見ていきます。はい、ちょっとすみません、略させてください。単一基準ね、配布法です。で、基本的に、回答用紙がありましてね、で、この順番でやってくれっていうふうに言われてますからね、その通りやればいいっちゃいいんですけど、ね。ただね、これ与えられてなくても、この形になります。ね。うん。その見極め方も言っときますから、ね。今後出る可能性がありますからね。要するに、今回はね、僕がこう書いてくれてからいいんですけど、これ書いてない場合もありえますからね。十分ありえますんで。ね。だもんでね、それだとできなくなっちゃうとまずいんでね。それも一応しゃべりますからね。はい。では、それはちょっと後回しにしますけどね。はい。じゃあ、まず単一基準配布法がありますね。で、ちょっと僕の真似してね、まず設定していただきたいんですけど、まずこれ部門費なんですね。資料1番ね。部門費がありまして、ね。で、これをですね、変動費と固定費に僕ちょっとね、分けていきます、便宜上。ね。単一基準配布法はこれ分かれてないんですよ、本当はね。変動費と固定費、これ分かれてないんですけど、僕はこれちょっと今分けます。ここは変動費と固定費、変動費固定費、変動費固定費、全部分けますからね、便宜上ね。はい。で、そんな感じで、この資料1をですね、そのまま今から書いていきますからね。はい。で、そうしますとね、こんな感じで僕の真似して書いていただきたいんですが、まず第一、施工分の第10問ですね。まず変動費。はい。これが164万ですね。はい。そして固定費。300トンで8万ですね。はい。書いて、で、変動費僕 V って書いて、固定費 F って書くんで、まあ、こんな感じでこうやってまして、第一ですから1のこんな感じ、四角ですね。まあ、こんな感じでちょっと書き写してもらっていいですかね。はい。いいですかね。今、この問題文をそのまま書いただけですからね。はい。で、以下全部一緒ですね。これ全部一緒なんでね。同じように書いてください。はい。じゃあちょっとね、皆さんそれぞれ書いてください。
はい、よろしいでしょうか、ね、今ちょっと僕書いたんですけどね、こんな感じでバーッと、これが第2です、四角です。はい、これが修繕部分、ね、丸にします。補助部分も僕全部丸です。運搬丸、管理丸ね。はい、こんな感じでバーッと下書きを書きました、ね、これそのまま今書いただけですからね、バーッとね。はい、では次です、ね、でここからなんですけどね、あの体質基準配布法はですね、今言ったように溶液消費能力、あ、命、溶液消費量で分けるんですよ、量ね。はい、したがってですね、今回はまあ管理部門から一番右側ですからスタートするんですが、はい、こちらですね、管理ですね。はい、この作業時間数です、この場合ね、うん、こうなりますね、いいですかね。作業時、因数っていうのは、あの命、作業因数っていうのはね、溶液の方に能力っていう感じじゃないですか、これ固定費なんですよね、うん、だから時間がね、今回は変動費なんですね、うん。で、単一基準配布法と、あ、単一基準配布法はさっき言ったようにね、あの消費書きましょうかね、複数基準の方はですね、と単一基準の方ね、結論だけ書いていきますね。これはね、変動費も固定費も合わせずですね、変動費と固定費を、ね、消費量で分けるんですよ。変動費と固定費と消費量でね、分けるのが単一基準配布法と言います。で、複数基準の場合はですね、あの変動費は変わらないんですよ。変動費は消費量で分けます。消費量で分けます。しかしですね、固定費は消費能力で分けるんですよ。消費能力。これが違うだけなんです。はい、こうです。複数基準配布法は、変動費は消費量。だから、単一基準配布法と複数基準配布法は、変動費は同じなんです。全く違います。ね、ちょっと僕は分けてるんですけど、ね、変動費、単一基準の時から僕分けてるんですけどね、だからね、後でかん、あの簡単にできるようにね。それに対してですね、固定費ですね。固定費は、単一基準配布法は引き続き、消費量で分けるんですけど、複数基準配布法は能力で分けるということなんですね。うん。これが違うだけなんです。ね、はい。したがってですね、あとはですね、管理の方をね、まあ、これから分けるんですけど、管理ね、これを分けますからね、分けるんですけど、はい、よいしょ、これが20万と40万をね、これから分けていくわけですよ、ね、うん、で回転式の計算の仕方自体はいいと思うんですけどね、ね、管理ですからこれですけどね、はい、したがって今回単位なんてこっちです、作業時間数で分けるんですよ、ね、でそうしますとね、自分分には分けませんからね、自分には分けませんので、だから9000と7000と2000と2000ですか、これ足したものなんです。はい、したがって9000プラス7000プラス2000プラス2000ですから2万時間ですね。はい、これメモしましょう。2万時間で分けていくわけです、管理はね。いいですよね。単一基準配布法は変動費だろう、固定費関係なく、この2万時間で渡ってですね、それぞれ分けていくっていうだけなんです。はい、 OK ですかね。したがってですね、ちょっと変動費のこれやっちゃいましょうか。で、そしたら変動費の場合だったら、ね、20万割ることのですね、20万割ることの2万で割ったって、ね、そうするとこう10って出ますか、単価ね。はい、であとはですね、それぞれこれかければいいだけです。9000時間、7000時間、2000時間、2000時間ってバーっとかければいいだけですね。したがってですね、こちらは9000時間かけまして9万ですね。変動費の方9万です、ね、この感じで9万です、ね、そして、こちらは7000時間ですからね、はい、したがって7000時間かけまして7万です。で、あとは、こちら、はい、2000時間ですね。かけまして、2万です。ですね。そして最後ですね。はい、こちら2000時間ですから、はい。まあ一緒ですけどね、2万です。はい、ということでね、じゃんじゃかじゃんじゃかかけていくということになるわけです。はい、よろしいでしょうか。ね。で、固定費も全く変わらないんですよ。ね、だからね、固定費もね、40万割ることの2万で渡ってですね、あとはね、9000時間、7000時間、2000時間、2000時間ってかけるだけです。はい、ちょっとやってみてください。はい、よろしいでしょうかね。そうしますとね、こんな感じね、18万、14万、そして4万、4万ということでね、この40万をね、それぞれこうやって分けましたということです。
よろしいでしょうかね、うん、でこんな感じでね両上でねやっていくだけなんですよ、ね、したがってね、回転式ですからね、はい、こんな感じで一つずつね配布されましたから、122万4000プラス22万かな2万ですね、そうすると124万4000ですかね、運搬の変動費はね、はい、こんな感じで書きまして、で固定費も同じように足しますね、37万6000プラス4万ですよね、41万6000と、はい、ということで出すわけですね、うん、あとはね、こちらの運搬の方もこれから配布しますけど、ね、運搬の方もバーッと配布しますけど、はい、この時はですね、こっち運搬ですから、はい、こう使います、ね、で量ですからね、量こっちですね、距離です、こっち使います、これ使いません、単一基準使いません、これ使います、したがって200キロですよね、200キロと割ったって120と60と20で分けるってことでやるんですね、それでね、はい、したがって一応メモしましょうか、これは200個キロで割りますから200キロでね、はい、一応変動比でやりますよ、念のため、したがって120今4000割ることもですね、200キロで割ったってその単価は6120と出ますからね、あとは第1位は、120キロですか、120キロかけまして、はい、73万4400ですね、変動費ね、73万4400と、はい、そして次ですね、で今度はこちらですね、はい、60キロですね、60キロかけまして変動費、第2の変動費36万7200ということですね、じゃあ、で最後ですね、20キロですね、はい、20キロかけまして12万2400とね、いうことです、こんな感じで、ね、いいですね、今これ124万4000を分けたんですからね、ポンポンポンと3つに分けましたね、で3つに分けるときに、はい、この資料を使ったってことですかね、量ですからね、これ消費量って言います、これ消費能力ですけどね、量です、これで分けるんです、全般ね、はい、 OK ですね、うん、じゃあですね、これで変動費は終わりましたからね。じゃあ、固定費やってもらいましょうかね。固定費も全く変わりません。この数字ね。41万6000を、はい、ポンポンポンと分けるときにですね、こっちを使いますから、こちらですかね。こっち使います。はい。じゃあ、ちょっと確認やってください。はい。よろしいでしょうか。ね。したがって、これですね。24万9600、12万4800、4万1600ですね。これを41万6000でポンポンポンと分けたと。ここで分けたという話でした。はい、では次行きましょう。はい、今度はラストですね。修繕ですね。変動費の合計出しますと、36万と2万と12万2400ですから、はい、50万トンで2400ですかね。よいしょ。50万、ちょっとですね。すいません、ちょっと間違ってました。こちらですね。すいません。変動費の配布がね、間違ってましたんで、ちょっと直してください。はい、124万4000割ることの200割って、120かけますね。そうですね、すいません。はい。74万6400ということでした。申し訳ないです。はい。で、こちら60キロですから、13万、イノシ、37万3200ね。はい。37万3200と、ね、いうことです。で、20かけて12万4400と、ね、いうことですね。いいですよね。ということでね、こんな感じになります。はい、よろしいでしょうか。ね、まあ、実はこっちは答えあるんですけど、こんな感じで、ちょっと先、ちょっと下書きですけど、自分のね、こんな感じなんですけどね。うん、ちょっと、細かい字で見づらくて、傍観ですみません。ちょっと直しちゃいますね。すいませんね。はい。じゃあ話戻します。で、そうします。あと大丈夫ですよね。ちょっと、すいません。確認させてもらいます。大丈夫だよね、あとね、うん。すいません。もうちょっと格好つけないでね。裏番の楽屋も見せます。ね、うん、大丈夫だよね。はい、OK ですね。これちょっと間違っちゃうとね。計算ブワーって間違っちゃうんでね、めんどくさいんですよね。うん、はい、話もします。で、あとはね、修繕ですね。はい、そうしますと36万プラス2万プラス12万4400ですね。はい、これが50万トンで4400ですよね。
変動比はね合ってますよね。ちょっと確認します。なってる、なってる、はい。で上これですね、はい、43万3800プラス4万プラス4万1600ですね。50万トンで2400トン合ってますよね。合ってるね。 OK ですね。はい、ということで、ね、上からはワッとやった数字でした。はい、であとはですね、これを分けるだけなんですけど、ね、修繕でね、修繕です。はい、じゃあ今度はどこで分けるんですかっていうと、こっちですね、修繕ね。はい、ただしね、もう2つだけですからね、この上2つね、これ下ダミーですからね、この9時間とかダミーですからね。はい、この上2つ99と81です。したがって180時間ですかね、っていうことになります。はい、合ってますよね。うん、確認します。はい、であとはですね、このね、180を使ってですね、ポンポンと分けていくだけなんでね、一応変動比だけやりましょうか、ね、そうすると50万トンで4500割ることの180で割ったってですね、これあのペペペって22ってなってはいいですよ、別にね、そのまま使ってくださいね。最終数字を下方入しろって言ってますからね、あのちゃんとパシッと999ってなりますから。はい、99か、今回ね99かけますとね、はい、なりましたね、こうやってね、この数字になりました。こうなっちゃったら簿記の場合1個上げちゃっていいですから、別にね、うん、したがって、277,420ですからね、こんな感じで書いていただければ OK です。これ待ってますよね、ちょっとすみません、1個ずつ丁寧に確認します。はい、 OK ですね。であとはですね、こちらが81ですね。はい、226,000、これは980でいいですよね。はい、合ってますよね。うん、大丈夫ですね。はい、ということでこっちか、226,980ということです。はい、よいしょ、ね、今これをねポンポンと分けただけです。はい、じゃあこっちやってください。こいつをねポンポンと分けてくださいね。この99と81使いですからね。はい、じゃあどうぞ。はい、よろしいでしょうかね。そうします、こんな感じでね、はい、分けることができます。はい、あとはね、上からバーバーと足したらいいだけです。はい、したがってですね、164万プラス9万プラス174プラス、はい、174ということで253820と、はい、いうことで合ってますよね。ちょっと確認します。うん、 OK です。はい、この数字になりましたね。この数字になりました。上からバーッと足しただけです。これがちなみに部門費から製造部門費って言うんですけどね。まあこれは施工部門費かな。施工部門費と言います。建設業ですからね。施工部門費と言います。こちら部門費と言います。はい。あと上からね、足しましょう。はい。はい、379,580と。ということでね。379,5820です。はい、だってね、じゃあ上からは皆さん足してください。はい、よろしいでしょうかね。そうしますと第2の変動ですね、259万トンで180、はい、固定費が300万トンで78,950ということでした。はい、よろしいでしょうかね。これが単一基準配法という方法なんですよね。うん、そしてですね、ちょっと便宜上これ負けたんですけどね、答えはここですからね、ここ足した数字になりますから、全部ね、こうやって ね変動費とここでこう合算した数字になりますから、こうやって、ね、ちょっと今僕はピンク塗ってますけど、ね、合算した数字が答えになってますからね、それぞれね、そこだけ注意してくださいね。こう足したもんね、ちょっとすいません、足すのは省略させてもらいますけど、今ちょっと僕はねピンクで塗ったところですね。この合計が答え回答紙になりますからね、要するにこうなりますからね、こうなりますから、それぞれ数字ね、うん、ちょっとそれは割愛します。はい、ここまでよろしいでしょうかね。はい、では、次ですね。で今度は複数基準配法に行くんですけど、実はね複数基準配法はさっき言ったように変動費は全く変わんないんですよね。したがってですね、これから複数基準配法のバージョンをこれからしゃべってるんですけどね、変動費ですね、変動費は同乗ということでね、変動費は同乗とか単一基準と一緒にするか、変動費は単一基準配法と全く変わりませんからね、単一と同じと
ということでね。はい、したがって、単一基準配法と全く同じということですから、はい、こちらになりますよ。ね、変動比はね。変動比はこれです。ここがそのままそっくりになりますからね。ここです。今僕はね、青で塗ったところです。ね、青で塗ったところね。はい、この青で塗ったところがですね、こちらになるわけですよ。こっちになります。変動比ね。はい、ということでね、これはもう解説は省略します。ね。うん、はい、で、問題はですね、固定費なんですよ。ね、複数基準配法のね、ところの固定費。はい、固定費はですね、さっきも書きましたけど、これ能力でやるんですよ。ね、固定費は消費能力ですね。もう一回書きましょうか。消費能力です。キャパシティですね。で、配分すると、配布するということなんですよ。ね。うん、これが違います。したがってですね。固定費は、これが違います。緑で書いてあります。ね。したがってですね、固定費がちょっと変わるんで、ね。今から下書き、まあ、要するにここを書くんですけどね、ここからこれを書くんですけど、ね、その時にですね、判断基準がありますからね、それちょっと同時に喋っていきたいんですけど、まずですね、途中まで一緒に書いていただきたいんですが、部門費で、で第1と第2はまあいいんですよ、このままなんですよね。第1と第2ね、第1と第2ね。うん、今から固定費だけやりますからね、固定費ね。固定費だけ書きますから、変動費は全く変わらないんで、変動費は青で書きましたからね。うん、これから固定費。どこがやってありますかね、要するにこの緑とかね、固定費が違うんで、ね、この今緑でね、丸で囲ったとこだけ書いてきますから、これからね。はい、じゃあいきますよ。でそうしますとね、第1と第2はね、基本的に全く変わらないんで、ね、そのままになります。基本的に、ね、イメージとしてはね、そのままになります。数字ちゃいますからね、数字これから計算したらばもちろんずれますからね、うん、イメージですから、イメージね、うん、ここの部分が変わりますよ。まあ、いや、後で書きます。ね。この部分が変わりますよってことをこれから喋っていきますからね。はい。で、問題ここなんですよ。ね。順番なんですよ。ね。確かにこれ書いてくれてるんで、今回これの通りやればいいんですが、書いてなかったと仮定して喋りますからね。そうしますとね、回転式の場合は、ね、第1、1段階目と2段階目で順位決めであるんですよ。順位決めがあって、1段階目がね、溶液提供数って言ってですね。うん、例えば今回は、こちらですね、修繕運搬 管理ですね。で固定費ですから、能力で、こっち創業の、こっち能力、そしてこっちニーズですね。これが、消費能力って言うんですけど、ね、このね、これで分けていくんですよ、ね。そうするとね、まず管理は、ね、それぞれ管理はですね、修繕と運搬に分けてるじゃないですか。12いるからね、うん、だから2箇所ば配布してるわけですよ、管理はね。それに対してですね、修繕と運搬は、はい、それぞれね、修繕も運搬に配布してるし、運搬も修繕に配布してるから一つずつなんですよね、相手先がですよね。これが同一なんですよ、同一人順位なんです。したがってね、管理は2箇所、運搬と修繕は1箇所ずつなんで、ね、だから第1位の順位としてはね、これがトップなんです。まずは管理が一番右側なんですよ。溶液の提供数って言うんですけど、ね、うん、なので一番右側が管理になるんですね、今回は。ここが管理です。ちょっと書いちゃいます、ね、これが順位ですね。で次です。じゃあこことこうですね、こうとこうなんですけど、これが1位、これ2位、3位なんですけど、じゃあ誰がどっちが2位なんですかっていう話、次いきますからね。そうしますとね、溶液の提供数だとこれ同一なんですよ、ね、同時なんですね、同点なんですよ。こうすると次に決めるのは部門費の金額の大きさで決めるんですよ。そうするとね、よく見てくださいね。今補助部門でですね、修繕と運搬見るんですけど、ね、固定費はどっちがでかいですかっていうと、これ修繕の方がでかいじゃないですか、運搬よりね。うん、だから修繕が右側に来てるんです、これ。だから修繕が右側なんですよ、こっちに来るんですよ、金額がでかいからね。したがって最後は運搬と、ちょっと小さいですね。こういうことなんですよ。ね、なら、ね、修繕が来て、
運搬が来るっていう順番になるんですね。こういう順番なんですよ。 OK かね。だから最初は溶液の提供の数で決めるんですよ、ね、したがってですね、管理の固定費40なんですよね。これ40万ですかね。まずこの40万がここにこうやってくるんです。こうやってこれそのままなんですよ、ね、それに対して、ね、金額はね、今言ったように固定費に関してはですね、修繕の方がでかいんですよ。運搬の方が小さいんですよ。だから修繕の方が右側に来るんですよ。したがってですね、43万、8800ですか。はい、これが修繕の右側に来て、で次37万6000が第3位という、こういう順位付けになるんですよ。 OK ですかね。はい、したがってですね、この、まあ、修繕とね、これから運搬もやるんですけどね、これ逆になりますね。こっち運搬、こっち修繕、こんな感じになります。順位付けが逆になってるんですよ、あの変動費の方とね、うん、あの変動費の方はですよ、溶液の提供数はもちろん管理が一番右側なんで、ね、さっきのこれ管理が一番右側に来たじゃないですか。でもね、金額が、ね、金額は比較するとですね、まあ一個一個でね、お互いに同一順位になって、で次金額で比較するんですけど、変動費に関してはどうでしょうか。ほらね、修繕の方が小さいじゃないですか。運搬の方がでかいじゃないですか、変動費はね。うん、だから運搬が右側に来てるんですよ、って。なら運搬が、ね、運搬ね、こっちか。変動費に関しては運搬がこう右側なんですよ、これ。金額でかいから。ね。いいですよね。で、固定費の場合逆なんですよ、金額ね。だからこっち、修繕がこう右側に来て、運搬がこっち来てるんですよ。こんな感じで決めるんですよ。OK ですね。はい。これがね、順位決めなんです。ね、だから最初はまず溶液の提供の数なんですよ、ね、補助部門にね、何箇所送ってますかっていうね、提供してますかっていうのが一番多いやつが一番右に来て、ね、で同時になったら、今回運搬と修繕が同時なんですけど、ね、同時になったらね、うん、じゃあね、金額はどうなのっつって、つまり部門費ね、部門費の金額はどうなのっつって決めるんですよ、次に、ね、これ結構大事なんでしっかりと押さえてくださいね。はい、あとはね、いいと思うんですけど、ね、こちらね、ちょっと固定費。第1の固定費ね。第2の固定費も書いちゃいます。はい、こんな感じでね。まあちょっとイメージだけしておきますけど。あとはこんな感じで。そうですね。一番上だけ書きましょう、今ね。一番上だけ。固定費をそのままこうバーッとスタートさせていただきますからね、こうやってね。はい。で、あとはね、改定式をやっていくってことなんですけどね。で、その時に分けるね、配布する基準がですね、固定費に関しては、さっき言ったように、消費能力なんですよ。能力なんです。ね。だから、管理は人数で分けるし、ね、運搬はね、こちら、こっちか、実際的生産能力で分けるし、ね、で、修繕の方は平均操業度で分けるって、こういうことになります。こっちは変動費なんですよ。ね。下の方ね。うん。ということで、それだけなんです、あとは。ね、あとやり方は基本的に一緒です、ね、一応念のためにやりますけど、これからね、はい、したがって管理ですね、これから40万分けるんですけど、はい、そうするとどうでしょうかっていうと、はい、人数で分けますからね、今度はね、したがって50人プラス30人プラス10人プラス10人で100人ですね。はい、したがってここで100人かけましょうか。100人です。100人がね、消費能力と言います。そしてあとはね、ジャンダがジャンダが分けるだけなんです。はい、ここまで来るとね、もういいと思うんですけど、一応やります、念のため。40万割ることの100人ですよね。で、4セント出ますからね。はい、そしてあとは50、30、10、10で分ければいいだけです。はい、したがって50で20万ですね。そして30で、40万割る100で、1000で、50、20万ね。で、30で、はい、12万円ですね。で、10ですね。4万ですね。10ですね。4万ですね。はい。ということで、ね。OK ですかね。まあ、人数で分けただけですからね。バーッつって。ね。で、その結果、はい、こうやって分けてったと。こういうことです。いいですよね。はい。一応、確認します。また間違っとったら嫌なんでね。うん、OK かね。うん、20万と12万と4万と4万。OK ですね。OK です。はい。ということで。ありました。はい。で、あと、修繕ですね。修繕に関しては43万8800ですね。プラス4万ですからね。そうそう、47万8800となりますからね。はい。これをね、これから分けていくということになります。はい。
ゃあこれちょっと皆さん一回やってもらっていいですかね。修繕ね。はい。こっち、修繕、こっち使わないですかね。こっちですかね。こっちですかね。こっちですかね。固定費だから。はい。じゃあちょっとやってみてください。はい。よろしくお願いします。ね。そしてあとね、2390イノシ、2394時間ですよね、割るのはね。うん。ここですからね。はい、従ってね、あとはジャンジャンを分けて、はい、253,600、162,400ですね。あと62,800ですね。で、分けていくってことでした。はい。では、最後ですね、運搬ですね。これ合計しますと、376,000、4万、そして、62,800ですから、はい、478,800ですね。はい、ということで、合計できました。はい、じゃあ、これはどうでしょう。これ、どれで分けるでしょう。これはこちらですよね、運搬のね、実際的生産能力の、はい、どこですか、この一番下ですか、3000ですか、それとも、はい、上2つだけですか。はい、上2つだけですよね。5000と1200ね、下関係ありませんね。うん、あと2つだけですからね。はい、下がって2700ね、キロメートルで分けるということです。はい、ね、今これで割り切らなくてもいいですからね。333ってなってから最終数字はちゃんとできますから、ね、ですから。はい、したがって運搬ですね、かけることの1500ですかね。はい、1500なりましたね。はい、265,999ですから、はい、266,000で結果ですよ。はい、ね、はい、あとは1200かけまして、はい、212,800です。いいですね。 OK です。はい、であとね、上からワーワーと足すと施工部も火が出てくるということです。はい、300,20,000,15,300,16,000で、はい、なりましたね。379,9600ということです。で、258,000、12万プラス162,400プラス212,600ですね。はい、300トンで75,200と、こういうことです。はい、よろしいでしょうかね。ということでね、完成しました。はい。で、今ね、書いたやつがですね、この固定費のここになります。ね、ちょっと書くのも申し訳しますけどね。はい。ということで、ね、とりあえず計算のね、仕方を説明しました。ね。はい。おさらいしますとね、単位月準配布法っていうのはですね、どんな、変動費も固定費もね、消費量で分けると。ね、量で分けるという方法なんですね。それに対してね、複数基準配布法はね、変動費は同じなんですけど、単一基準とね、同じで、消費量で分けるんですけど、固定費に関しては消費能力で分けると、ね、いうのが違うという、こういうことですね。うん。今回ちょっと初めてこれ出てきましたけど、ね、ドカーンと出てきましたけどね、一番最初に言って二種目一級で普通なんです、これ。ね、普通なんですよ。で、ドカーンと出てきましたから、まあ、今後もね、出てくる可能性は高いです。高いですね。で、ちょっと先取りして予想をね、ちょっと言っちゃいますけど、これ出るとね、次何が出るのかというと、これね、予定配布が出てくるんですよ、大体。ね、予定配布なんですよ。ね、つまり、単一基準配布法とね、複数基準配布法のこれ実際配布なんですよ、これ。この問題ね。うん。だから差異が出てこないじゃないですか。配布差異がね、出てこないでしょ。うん。でもね、二所簿記一級とかでは、配布差異なんですよ。これ結構、メイン論点っていうのはね。うん。ね、つまりね、その際はね、予算際と総業の際はね、誰が負担するんですかっていう論点なんですよ、実はこれ。ね。うん。だもんでね、配布際が出てくる問題がね、大事です、今後おそらく。ね。うん。だもんで、やっぱりね、冒頭でも言いましたけど、二所簿記一級のね、教材、なんか基本テキストで結構ですから買ってきて、それ全部やってください。ね。それやれば全然楽です。ね、本当楽ですよ、それやればね。うん。逆にそれやんないと、本当にきついですよ。過去問だけやってるとね。うん。だもんでね、もちろん概説も大事だしね、検査業形式級の過去問も大事なんですけど、やっぱり二所簿記一級のね、教材の基本問題ね、ちょっと繰り返して言って申し訳ないんですけど、やっぱちょっとそれが大事かなっていう試験になりましたね、これね。うん、ということで、ぜひね、予定配布の話もね、しっかりと押さえてほしいです、これ。ね、うん、結論から言っちゃうとね、複数基準配布法で予算共有額を配布する方が最もいいということがね、落としどころなんです、これ。大体そうなんですよ。つかほとんど 100% それです。問題、二所簿記一級出る場合ね。
うん、単一基準プラス実際からスタートしてね、うん、で、複数実際、そして、ね、複数予算協約ね、で単一実際からスタートしてね、うん、で、単一予定配分、そして複数予算協約っていうね、この流れどっちかなんですけどね、ちょっと今回それを詳しく説明することはできないんですが、まあ、僕の講義ではもちろんね、Zoom を中心に喋ってますけど、今の話はね、うん、塾生には何人かね、今の話も今回しましたけど、たっぷりね、うん、ということで出るくんちゃうかなっつってね、Zoom の方では僕のね、個別のね、 Zoom の方ではちゃんと言いましたけどね、でもね、うん、こんな感じでちょっと出てきちゃいましたね。うん、ただね、Zoom の方ではね、今の予定の配布の話も、難しい話もしてましたからね、だから多分これが出てきた時にね、あ、なるほどなって、多分僕の塾生さんは思ったんじゃないかなっていうふうには思いましたけどね、この問題見た時にね、うん、ただね、ちょっと計算がね、さっき俺もね、こう、自分のね、こう、カンニングペーパー見ながらね、こうやったようにですね、めんどくさいんですね、とにかくね、めんどくさい。ね、だもんでね、ね、まあ、僕の場合はね、ちょっとこう老眼なんで完璧ね、もう先月50歳になりましたからね、老眼でね、ちょっとこれ実は僕かなり1メートル以上離れてるところなんですよ、今ね、手がこう映ってるところとね、目があるところはね、目がここにあるんですけどね、これ1メートルくらい離れてるんでね、すんげえ見づらくてしょうがない状態なんでね、ちょっとすみません、言い訳になっちゃいますけどね、ちょっとね、細かい字がなかなか見えへんということで、だからいつもこんな感じで僕近づけてやってるんですよ。ね、これ皆さんにね、見やすいようにってもやってるんですけど、僕が見えないからっていうのもやってるんですよ、これ、ね。こんな近づけ、いちいち近づけるっていうのは。ってことなんでね、ここまで近づけないと僕見えないんですよ、これ。ね、うん、この状態だと僕全然見えませんから。ね、うん、ってことでね、ちょっとすいません、余計な話しちゃいましたけどね。うん、ってことで、これね、細かい計算がね、やっぱり入ってきますとね、うん、ちょっとね、まあ、僕も50超えたんでよくわかりますけど、やっぱね、ちょっと老眼とかね、こう身体的な問題ですよね。それでね、ちょっとね、やっぱ慎重にやんないとね、うん、いけないっていうことで、やっぱり、ね、指差し故障ね、指差し故障ね、ここのね、指差し故障のこれね、この数字ね、指差しだから今これ書いてんだよっつってね、やることです。指差しながらね、書くんだよってことをやる、ね、そして電卓もね、2回叩くってことです。1回目ゆっくりで結構ですから、1回目ゆっくりで結構なんです、こんな感じゆっくりで結構なんですけど、2回目は、ね、バーッと早く叩いていいんですけど、その代わりね、その代わり2回必ず叩いてくださいね、電卓をね、2回叩くと、ね、最初はゆっくり、2回目ちょっと早めにっていうね、形でやっていけばですね、限りなくミスはね、少なくなるはずですね。うん、ということでね、まあ、それでも人間ですからミスしちゃうんですけどね、うん、でもね、ちょっと第3問はね、なんか波数処理とかね、小数点とかバーッと出てきちゃうケースが多いんでね、ほんと最近多いんで、ね、なのでね、自分を信じるってことも大事ですからね、試験中はね、自分しか信じることできませんから、本試験中はね、うん、だから割り切れなくてもね、まあ、波数処理が上に書いてあるから、いっちゃえっつってね、やるしかないんですよ、本試験中はね、うん、だから普段からね、メンタルトレーニングでね、自分に自信を持つっていうね、そんな練習もしてほしいですね、うん、あとね、指差し故障とね、今の年間いただく、ね、これをね、やるより第3問対策が特にやってくださいね。はい、ということでね、以上、単一基準配布法と複数基準配布法の解説でした。はい、じゃあ頑張ってください。